皆さんこんばんはジェームスです2021年台風13号と思われる雲について海外予報モデル GFS の今日9月6日の最新データで解説します再び日本列島に近づく予想に変わってきていますが各国の予想にばらつきがありまだ予想がブレのある段階と考えることができますこのチャンネルでは気象庁の台風予想よりも早く海外の予報モデルで示唆されている台風予想をご紹介しています 昨日9月5日の予報では、進路予想が台湾を横断後に中国大陸の上海の南に上陸後、日本列島の方角へ向かう見通しでしたが、更新されました。台風13号が日本列島に向かう予報は、ウィンディーの GFS モードのみ、同エクムフモードでは、日本列島の日本海側と太平洋の南東の海上に、台風らしき等圧線が2つ現れています。 低圧圧圧部ののの等等線線でではないのでこが台風13号と思われるような発達する熱帯低気圧ですが GFS ・アメリカ海洋大気庁の最新の予想で再び日本列島を縦断するような予想に変わってきました本日6日月曜日の予想では10日金曜日から11日土曜日にかけて石垣島、宮古島、沖縄方面へ 進む予想は大きく変わっておらず中心気圧は950ヘクトパスカル前後とかなり発達する時間帯もありますその後12日日曜日にかけて九州に接近上陸し14日火曜日にかけて西日本から東日本へと進む予想になっていますなお ECMWF ヨーロッパモデルでは同じような予想は出ておらず各国の予想で動きが揃っていないことから 予想の角度はまだあまり高くない段階と考えることができます考えられるシナリオの一つとして予想を捉えていただければと思います台風は自分の力では移動できません風に流されて移動するのです春の台風は北半球の低緯度低緯度地方で発生します低緯度低緯度地方は東から西へ風が吹き吹いているので台風は西に進んでフィリピン方面に向かいます 夏になると台風がが発生すす。るイドイドが高くなります台風は西へ流されながら次第に北上しますが日本などが位置する北半球の中緯度中緯度地方に来ると上空では西から東へ強い風偏西風偏西風が吹き吹いているので台風は高気圧の周りを回って速い速度で日本の方向へ向かってきます8月は1年間で最も多く台風が発生しますが台風を流す上空の風が弱いために 不安定な進路を取ることが多いです9月になると南から円を描くように日本付近を通るようになりますこの時週の秋雨雨前線前線と一緒になって大雨をこう降らせることがあります台風は強い風とともに大雨をこう降らせます台風は積乱雲積乱雲が集まったものですから広い範囲範囲に長時間にわたって雨をこう降らせます 台風が日本にやってくる時期、日本では9月から10月にかけて、週の秋雨前線前線が発生している時期です。週の秋雨前線前線とは、夏の亜熱帯高気圧が弱くなって南へ下がり、代わりに北から張り出してきた寒帯高気圧との境で発生するものです。つまり南からの暖かい空気と北からの冷たい空気が日本上空でぶつかって、そこで雲が発生して雨がこう降るということです。 台風の南から北へ向かって吹く暖かくて湿った風が週の秋雨前線前線の活動を活発し大雨をこう降らせるのです。まだ先の予想にはなりますが引き続き今後の情報にも注意してください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました